2014年、中国上海電力日本株式会社が東京で正式に設立された。中国の国営電力会社が日本の太陽光発電市場に投資する準備が整った。大阪南港先島の 2.4 メガワット太陽光発電所は建設着工からわずか3ヶ月で稼働させた。近々兵庫県三田市に 5.05 メガワット、栃木県那須烏山市に 2.15 メガワット、福島県西郷村に 19.7 メガワットの太陽光発電所を建設する。中国の国営電力資本の支配下企業として、投資の規模、建設の速度において日本経済史上最高記録を刻んだ。それゆえ日本の主要メディアは赤船来航と報じた。日本新華協報は赤船の船長、上海電力日本株式会社朝日正雄社長を取材した。黒船と赤船は違う。記者、最近日本の主要メディアが上海電力の日本市場への参入に注目し、1853年にアメリカのペリー提督が日本に開国を迫った黒船来航になぞらえて赤船来航と報じた。それについてどう思うか。朝日、150年も前の事件だ。150年前の1853年、ペリー提督は4隻の鉄鋼主力艦、黒船で来日した。開国で日本の社会制度は大きく変わった。徳川幕府の封建制が終わり、明治政府が始まった。その後、明治維新で日本は資本主義の時代に入った。だが私は、日本に長年生活している外国人として考える。日本は先進国だが、経済活動は比較的閉鎖的であり、欧米企業の参入には長い時間がかかる。日本人は外国人を排斥するつもりがないが、日本人の習慣や文化が壁となっている。日本の経済が成長していた時は、この閉鎖性の弊害は顕在化しなかった。だが、グローバル化が進展する中で、日本の経済は長期的に低迷している。それで、この閉鎖性の弊害は顕在化した。主要な特徴は、外国企業の参入が難しく、国際経済との統合が難しく、相互協力が難しいことだ。中国の上海電力は日本のエネルギー産業に多額の投資を行った。これは日本の基盤産業だけでなく、日本の土地や水資源なども含み、相当大きな影響を持つ。日本の主要メディアが我々のことを赤船と呼ぶのも理解できる。だが、赤船と黒船は全く違う。アメリカの4隻の黒船は強大な武力と日本人が恐れる圧倒的文明力を背景に開国を迫った。その文明力も武力あってのものだ。我々の赤船は平和の船、友情の船、経済の船、そして協力の船だ。我々は日本に投資し、協力を求める。日本の協力者と共に地域社会に入り込み、地域開発の責任を担い、双方が利益を得る経済効果を目指している。栃木県那須烏山町の太陽光発電所、左の写真は廃墟となって久しいゴルフ場や温泉旅館など既存の施設を利用した。発電所だけでなく、研究開発センター、新エネルギー展示センター、太陽エネルギー科学普及センターの建設も計画している。
これらは地元の教育事業、観光、市民のレジャーに資する。我々は発電所を建設してお金を稼いで去っていくだけの存在ではない。日本のメディアや地方自治体も我々に対する認識を改め、中国の日本への投資のイメージは一新された。災い転じて福となす。記者、一部の日本のメディアは否定的な報道をしている。上海電力の日本への投資は経済侵略であり、日本の地方の政治や世論にも影響を及ぼすという。そうした報道は上海電力の日本への投資計画に影響を与えたか、また投資の過程で他にどんな苦労があったか。朝日、地元の水源を管理するために土地を購入するのではないかと思う人もたまにいる。日本を管理するために日本の土地を購入するのではないかという人もいる。だがそれらはすべて根拠のない憶測だ。感情的要因、外国人排斥的要因、反中国的要因、そして経済のグローバル化に反対する要因がある。もちろんこれは今の日中関係の低迷にも関係している。だが日本の中央政府を含む主流は、我々が平和的に経済を発展させるためにここにいると信じ、依然として協力的な姿勢を保っている。否定的な意見が当社の投資計画の進捗に一定の影響を及ぼしたことも確かだ。例えば、ある計画はすぐに手続きが完了するはずだったが、メディアが地方自治体を非難したため、通常の日本企業よりも多くの手続きがかかった。他方面で半年以上の苦労を強いられた結果、障害の原因を特定することができた。以来、周到な事前準備をするようになった。福島県西郷村の 19.7 メガワット太陽光発電所は、すでに本格的に稼働している。そのことは、日本のメディアも報道するようになった。災いは転じて福となる。日本の地方自治体が投資条件を厳しくしたために、事業計画は規範化、標準化、明確化された。そのことは我々の将来の投資だけでなく、日本企業による将来の投資に対しても益をもたらす。細川小泉元首相が祝辞。記者、上海電力が投資した大阪南港発電所が開設されたとき、細川森弘元首相と小泉純一郎元首相から祝辞が来た。二人の元首相からの祝辞の背景や意義は。朝日、細川森弘元首相と小泉純一郎元首相の主導で自然エネルギー推進会議が設立された。2011年3月11日の東北大震災の後、二人の元首相は脱原発を主張し、クリーンエネルギーの開発を提唱した。これは日本の国内問題にとどまらない。グローバルな協力が必要だ。だから、上海電力の大阪南港発電所への投資完了式典で祝辞をくれた。また、式典には自民党、民主党の衆議院議員、参議院議員、政府高官らが出席した。このことから、日本の政界が中国を含む外国企業が日本でのクリーンエネルギーの開発に参画することを歓迎していることがわかる。日本の政界は肯定的な態度を示した。